どうも皆さん、アーサーです。ダークソウルス3、始めていきます。で、今回、奇跡使います。アンバサです。はい。もう普通に武器使って攻撃して、ホス倒すの。飽きた。奇跡を使う。これがステフになります。太陽の槍使うために信仰48を確保し、で、あとは、あれですね、筋力、技量はまあ、今使ってる武器の最低能力値で、武器は全部雷派生にしました。はい。ここでまあ火力もカバーして、あと防具もそれなりにいいの装備しました。非常にバランスが取れてるんじゃないでしょうかね。進行48まで上げればまあ雷派生でも十分火力は出るんで、今回これでね、まあ侵入していこうと思います。はい。この雷の騎士の指輪迷ったんですけどね、奇跡の火力を上げた方がいいのか。とりあえずこれでやっていきます。はい。ちょっと火力を確かめてみましょうか。当たらねえ。FP の消費激しいな。ちょっとアンバサね、あんま使ったことないから、まあ、何回か使ったことあるんですけどね。あ、こんなもんか。なんか微妙だな、火力。マジか。フォースは3回まで可能。まあ、一旦とりあえずこれで侵入していきましょうや。で、まあ試行錯誤して、捨て振りとかまあ使う奇跡変えていきます。多分これはまだ完成形ではないな。大体元の世界に帰った。いいんじゃないか。いいよいいよ。原始指輪装備。これ、あれか。オーバーしてんのか。完成度が低いな、この装備。原子指輪つけて70%オーバーはいけないな。これは。レベルシンクか。シンクくん怖いですね。闇で召喚。 おいおい、マジで言ってんのか。闇で召喚しちゃう？これなんか、今気づいたんだけどさ、槍じゃなくて弓の方が良かったか、雷の。多分俺、槍当てれねえわ。弓だな、好きなタイミングで撃てるじゃないですか。弓ストで。まあ。ちょっといろんな奇跡使っていこうぜな。闇で来たぞ。あれ、これ、さっき、元の世界に帰ったやつじゃないか。怪しいぞ。フレンド呼んだんじゃないか、これ。怪しすぎるな、こいつ。やっぱそうだな。ああ、レベルシンクマークあるわ。フレンドか。これは厄介なことになったな。奴ら手を組んでやがる。どうしよう。もう勝てないよ。怖い。ああ、怖いな。しんどけ。よっしゃ、二人まとめて撃破や。どないや。これがアンバサの力や。さあ、あとホストが、これ問題は武器の火力なんですよね。雷発生だから、ちょっと多分火力低いと思うんだよな。なんか俺の攻撃当たらねえんだけど、どうしてだ。もしかしてモンハンワールドしすぎたか。あ、でも、そこまで低くないか。まあ、あったな。直剣は。あ、これなら、やっていけるな。ちょっと、あと問題、奇跡だわ。太陽の槍はいけませんでしたね。太陽の槍は、ディストラ。
雷の杭を使っていきます。はい。いや、でもアンバサ難しいっすね、やっぱり。闇霊側だと難易度上がるわ。よくよく考えたらさ、まあ、確かに今、同僚の闇霊で、まあ、奇跡使いで、うまいやつってね、そんなの記憶に残ってないんだよね。てか、もしかして一回も会ってないかもしんない。魔法使いなら何回かあったんだけどね、奇跡使ってうまくホスト倒したやつ、あんまいねえんだよな。まあ、フォースで落下者は何度も見たことあるけど。やっぱこういう奇跡とかはまあ、あれっすね。攻略者向けなのかな？攻略者向けとかさ、あれ。出待ち側？サポートできるんじゃないですか？回復で。いいっすね。ただ闇霊側はそれができない。サポートできないんですよね。神ぐらい同士ならできるけど。非常に難易度が高い。行くぜ。おおおおおおお。当たらない。まあ当たれる進化か。まあ、いいんじゃないかな。神ぐらい行ったか。あぶね。こいつ強靭化け物やん。おい、神の雷食らえよな。死ぬ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 、これは死にますね。逃げます、逃げます。追っかけてくる。はい。いやー、怖いなー。怖い怖い。危ねえ。くらい直分や。回復はさせない。甘い。神の雷し、当たったか、当たったか。軽く引く、軽く引く。さらば。難しいっすね、奇跡。で、あとはホストや。共に行こうではないか。逃がすな、逃がすな。こいつ、ケツ掘り狙ってるね。もう今の動きで分かったわ。さすがにケツ掘り狙いすぎじゃないか。回復しとこう。これ長引きそうだな。これ当てるのむずいな。怖い。ちょっとここまで来たらもう。奇跡。難しい。霊体召喚失敗。かがり火ですかね。で、あれっす。はい。雷の杭ではなくて嵐の落雷にしました。さすがにこれなら当たると思います。攻撃範囲広いから。あれ、ホストか？さっき召喚失敗したが、かがり火にいるんじゃないですか、これ。あ、でもあれホストだな、名前が。一人か。一人なのか。ちょっと勝たせてくれ。まだいいところが一つもねえんだよ、俺。まずい。危ねえ！もう、パーリーになってくる子多いな。ちょっと嵐の落雷使いたいんですけど。攻撃範囲が広いからさ 闇霊にも当たってしまう恐れがあるんだよ 下手に使えねえな。ぶっぱできねえな。多分、発動した瞬間ホスト逃げるだろうしな。難しいな。いいぞ。逃がすな。あと一発。よし。大変ありがとうございます。はい。
やっぱこれだよな、嵐の落雷はこうやって勝った時に使うんですよ。うん、かっこいいな。これサムネ決定だろう。すいません、ちょっと僕にアンバサー難しすぎました。